第三洋蔵天保3年9月23日は、大阪生まれの江戸時代後期の歴史家、思想家、監視人、文人。陽名は旧太郎、縄城、字は、古生。三洋、三十六邦外史と合した。主長に、日本外史があり、これは、幕末の尊能上位運動に影響を与え、日本史上のベストセラーとなった。1891年造成4位。 1931年、増樹三味。父の来春水は若くして、四分や書に非で、大阪へ留学し、美東二州や小賀生理らと共に、朱子学の研究を進め、江戸堀北に、私塾、青山社を開いた。青山社の近隣には、篠崎三島、篠崎小竹、後藤松陰、並川慣性ら多くの文人や学者が居住していた。は、この頃の安永九年、 同地で誕生。母は、飯岡義才の長女で歌人の来埋め、その妹は、美等二州に嫁いでいる。天明元年十二月、父が、広島藩の学問書創設にあたり、受学者に登用されたため転居し、城下の袋町で育った。父と、同じく幼少時より、私分の才があり、また歴史に深い興味を示した。天明八年、広島藩学問書に入学。 その後、春水が、江戸在勤となったため学問所教官を務めていた、叔父の来安アンツボに学び、完成9年には、江戸に留学し、父の学友、微藤二州に指示した。帰国後の完成12年9月、突如脱藩を企て上落するも、追跡してきた、アンズツボによって、京都で発見され、広島へ連れ戻され、拝着の上、自宅へ遊兵される。これが帰って、 採用学問に専念させることとなり、3年間は著述に明け暮れた。なお、日本外史の書行が完成したのもこの時と言われる。禁止を解かれた後、文化2年に広島半学問所の助教に就任。文化6年に父の友人であった儒学者の菅茶山より招聘を受け、門塾の渡航に就任した。ところが、その境遇にも満足できず、 学者としての名声を天下に轟かせたいとの思いから、文化八年に京都へ出本し、落中に京を構え改熟する。文化十三年、父、春水が死去するとその意向をまとめ、春水意向として上司。翌々年には九州旅行へ出向き、広瀬丹素らの地遇を得ている。文政五年上京区三本木に東山を眺望できる屋敷を構え、水彩僧と名付けた。 この居宅にて永遠と著述を続け、文政9年には代表作となる日本外史が完成し、文政10年には江戸幕府老中松平定信に献上された。文政11年には文房を造営し、以前の屋敷の名前を取って三四水名所とした。山陽の周辺には京藩の文人が集まり、一種のサロンを形成した。その主要メンバーは父、 春水とも関係があった木村健亜指導と、交友した人々の子であることが多く、大阪の儒者篠崎三等の養子、小竹、京都のラニー、小石本俊の子、元随、大阪の南画家岡田米三人の子、半校、京都の浦上極道の子、春金、岡山の竹本昇る世が挙げられる。さらにそうくもか、仙台出身で長崎帰りの文人画家、菅井梅関。 尾張出身の南画家、中林武道、やや年長の先輩格として、東高、青木木牧兵、幕末の三筆として名高い抜きな数王、そして遠く、九州から文人画家、田野村筑伝も加わり、彼らは盛んに、四文書画を制作した。また、その後も文筆業に携わり、日本世紀、通義などの完成を急いだが、 天保年間に入った51歳頃から健康を、外種確決を見るなどした。容体が悪化する中でも著作に専念したが、天保三年に死去。去年53、山田風太郎著、人間臨終図鑑によれば山陽は最後まで、仕事場を離れず、手から筆を離したのは実に息を引き取る数分前で、あり死に顔には、メガネがかかったままであったという。また、行とされる。 南北朝正純論の次女にはこれを書く決意をしたのは9月12日の夜であったことを記している。京都演山公園、長楽寺に葬られた。最初の妻との子である長男が、来一案。京都で生まれた二人の子である次男が、来四方と三男が、来三木三郎。子孫の一人に、中国文学者の来無がいる。カン,ガンコボクズ 第三洋筆聖火堂文庫像1820年、中林武道が第三洋三、三水図1825年、芝千の式は十二本に十表、八書、三十聖火、七十列伝の全130巻からなるが、第三洋はこれを模倣して、三木、五書、九儀、十三聖火、十三作の著述構想を立てている。式にあっては、 マコッチというべき、列伝に該当するものがないが前期の十三聖歌にあたる日本外史が列伝体で除せられ、式の列伝を兼ねたものと見ることもできる。日本外史は武家の時代史であるが、感銘な叙述であり、情熱的な文章であったために広く愛読されたが、参考資料として、軍記物語なども用いているため、歴史的事実に忠実であるとは言い難い記事も、 参見する。言い換えれば、資源小説の源流の一つとも言い得る。ただし感銘であるがゆえに、交換で広く読まれ、幕末、明治維新から昭和戦前期まで広く影響を与えた。なお参与は、詩吟剣部でも馴染み深い、弁世祝々夜川を過ぎるで始まる川中島の戦いを描いた、漢詩大不思議案劇機山津の作者としても有名。 同作品は主語刊行された三陽師匠に収められている。他、古代から食法時代までの歴史事件を歌謡風に演じた日本画譜がある。同書の第一は、夏季引用の詩に始まるが、液性革命による旗、漢に代表される中華王朝の傾きに対比して、本朝の高等の一貫に基づく国体の成果を強調している。日のいずるところ、日の没するところ、 両党の天使、回転書不相取り泣いて、朝すでにえいるも超安楽用、天意まだ明けぼのけず。えい、え、われ、龍はつまずきて、日没を追い、東海の一輪、旧により手出ず。来三王の先祖は、貧乏国より金上主であった、岡崎より金であったとされ、毛利氏による神鍋上攻撃に参加しなかったために、滅ぼされたとされる。より金上跡には、 来山陽先生演奏、より金上司の石碑が立っている。総平衛星、しげる、やし郎同期、いよいよ絵門領明、また十郎異星、八太郎おをもんみかん、九太郎、春水山陽、来山陽の墓、京都市東山区町楽寺。ありがとうございます。